¿Qué tal? ¿Cómo están? 皆さん、こんにちは。由美子です。今日はですね、語学力を上げるにはどうしたらいいのかっていうお話をしたいと思います。たまたまメッセージで、リスニング力ってどうやって上げたらいいですかって聞いてもらったことによってちょっと出てきたアイデアなので、この質問はもうあれなん、この質問者さんがどうこうっていうお話では全然ないんですけど、お答えするとすれば、やっぱりリスニング力を上げるには聞くしかないです。耳は耳でしか鍛えられないし、スピーキングが上手になりたいのであれば話すことでしか鍛えられないし、読めるようになりたいのであれば読むしかないし、そこすっごいシンプルなんですよね、語学学習って。私そこに何のトリックもないと思っています。もうコツコツ積み上げていくだけですよね。すっごい地味な作業なんですよね。だからね、自分でやらないといけないし、でも自分でやったものは確実に積み上がっていきます。なので、たまに本とかでもね、その2ヶ月でペラペラになるとかもありますけど、もう私は本なん一切ないと思っとって、自分がならんかったけんね。で、私はそういうメソッドは持ち合わせてないんです。なので、スペイン語をこう2週間とかでマスターしたいんですっていう方は、残念ながら私はそういう風な方法はわからないので、コツコツ積み上げていって、早くてもゼロから始めたら半年、3ヶ月とか、3ヶ月とかでこう口に出すことができるようになりますよね。で、そこからこう進んでいくっていうイメージやと思います。例えばちょっと楽したいとか、時間を短縮したいって言う方法っていうのも、私ははっきり言ってないと思ってます。自分がどこまで積み上げていけるのか、でどこまで本気で話したいって思っているのかによって、やっぱりそのやるべきことはやらないかんのですよね。どんなに思わなくても単語の勉強もせなあかんし、どんなに思わなくても文法をやらんと、話した時に伝わらん、自分の言いたいことが伝わらんっていうことが起こってきます。なので、ここは逃げられないし、逃げられないと思っておいた方がいいと思います。で、2000時間って言いますよね。語学学習習得に必要なのは2000時間。じゃあ2000時間本気でやろうって思う、そこ思うしかないんです。そこはなんかもう本だけかかるんじゃって、もう覚悟を決めるしかないんですよね。腹をくくるしかない。で、それをちょっとなんかこう短縮できる道ないかな、楽できんかなってやってると、余計に時間かかります。で、余計に時間かかるんですよね、やっぱりね。で、その話していく中でとかね、やっぱりそのよく言ってますけど、恥もかかなあかんやろうし、失敗して悲しい思いもせなあかんやろうし、時にはもうスペイン語なんかやめてやる、もう英語なんか勉強せえへんって思うこととかもあるんですよね。それ全然あります。そんな全然あって、私も何回もあったから、そんなありますよねっていう。でも、そんなありつつもなんかやっぱり戻ってきてしまう、それがやっぱ語学の魅力なんかなって思ってます。でも、だからって言って毎日毎日必死でしんどい思いして、なんか受験勉強みたいなことせなあかんのかって言ったら、もう大人になったらそんなことなくて、楽しく勉強すればいいと思うし、楽しく人と会話しながら学んでいくことっていうのがあって、それは自分なりの方法を見つけていくといいと思うんですよね。例えば同じ時期に語学学校とか入って、じゃあすごい早く伸びていく子と、ちょっとなかなか伸びる子が、伸び率がそんなに早くないっていう子がいるのは、これなんでかっていうと、でも別にスッと伸びるからいいわけでもなくて、ね、なんかすぐに上達したらすごいとかそんなんでもなくて、私はめっちゃ時間がかかる方なので余計に思うんですけど、もうだから どこに自分が向かってるところにどこまでいけるかっていうことやと思うし、早く終わらせることだけにこうフォーカスする必要もないんですけど、じゃあなんでこうスッと伸びる子は何かっていうと、やっぱ失敗に対する考え方が違うんですよね。やっぱその失敗することに対して全然恐れないこと、もうなんかそんなん失敗したらどうしよう、恥ずかしいわとか、もうなんかバカにされたらどうしようっていう、そういうこの気持ちの差が、チャレンジの差になります。で、このチャレンジの差が日々こう積み重なっていって、やっぱ早く伸びる子っていうのはどん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 進んでいくわけですよね。で、私はめっちゃあったんです、そういうのが。
間違ったらどうしよう、違うかったらどうしよう、分かってくれんかったらどうしよう、え、もうめっちゃあの子アホやんって思われたらどうしようとか、そんなんがあったから、私はね、なかなか伸びなかったんですよね、初め英語勉強した時も。 でもそうやってどこから来るかって言うたら、あの自分のそういうブロックがあるんですよね。こうどんなに語学を勉強したい、スペイン語話せるようになりたいって思ってアクセル踏んでても、自分でブレーキ踏んでるんですよ。だって失敗するんが怖いもんみたいな。だからなかなか進まんのですよね。でそういうのって誰にでもあって、心のブロックって言うんですけど、でそういうのをね、こう自分で昔の傷とかいろんな思い出とか思い込みとかがもう気づかんうちに心の中にあって、でそういうのが出てきてるだけなので、まあ、少しずつ癒しながら進めていくと語学学習もスムーズに進んでいくと思います。はい、であと最後にね、苦手を伸ばさなくていいって私ずっと思ってて、もううちらは学校におるわけじゃないけん、文法、リスニング、リーディング、スピーキング、何ライティングとかってあるのを平均的に伸ばそうとする必要はないと思ってます。そのやっぱり好きなものって上達するんですよ。例えば私やったら人と会話するのが好きやけん、やっぱスピーキング力とリスニング力っていうのは高いです。でもライティングとか、リーディングとかになると、あの全然わかんないんですよね。わからないです。でそれをじゃあなんか平均的にこう上げなあかんと思って、じゃあこのライティングが低いからリーディングが低いけんもっと上げなあかんって思う必要ってないと思ってて、別になんか自分が好きなものに特化していけばいいと思うんですよね。なのでこう変に学校の勉強 の名残があって、なんかここがあんまり良くないからこうしないといけないみたいなのは、あの別に捨ててもらったらいいと思います。例えばその知っとう単語の量が少ない、知っとう単語の量が少ないってそれだけ聞いたらすごいこうネガティブな要素に聞こえるけど、でもあの それをカバーできるだけの文法力とかスピーキング力があれば別に問題ないわけですよ。だからこの人がいくら5000知ってても使える分が2000です。でもう一人の人は2000しか知らんけども1800使いこなせてますって言ったらほとんど差はないわけですよね。もうだからどこまで自分のもんにできるかっていうことなんですよね。そうそう、自分のもんにして自分の使いこなせる単語を増やせていけるかっていうところにもこれまたつながっていきます。でまあ今日はこんな感じで語学学習、語学力を上げる方法についてお話ししました。それでは今日はこの辺で。 Muchas gracias por ver mi video. Chao.